こんにちは。ライフルホームズ住まいの学校講師の高瀬です。今回は注文住宅を検討されている方向けに希望条件の整理方法を解説していきます。今お住まいの家と理想にギャップを感じている人、いつか注文住宅の夢を叶えたいけど何から手をつけたらいいのかで悩んでいる人は必見です。こちらの動画では住まいに求める条件の整理の仕方とその手段としての情報収集の仕方について学ぶことができます。現在すでに動き始めているものの、どの建築会社に頼んだらいいのかで悩まれている人もぜひ参考にしてみてください。まずは注文住宅の大まかな流れを解説いたします。最初に条件整理から取り組んで、次に情報収集、見学、この後の細かい部分は割愛しますが、打ち合わせや検討を重ねて建築会社と契約し、工事が始まって完成、引き渡しといった流れになります。多くの人が条件整理をせずいきなり見学に行ったり、間違った情報収集のせいで失敗したりすることも少なくありません。失敗しないためにも、まずは条件整理から始めることと、正しく情報収集をして進めていきましょう。また条件整理の目的は理想の住まいを叶えるためですが、そこで欠かせないのが自分の理想を叶えてくれる建築会社との出会いです。普段仕事や育児で忙しい中、行き当たりばったりで進めていてはいくら時間があっても足りません。失敗しないことだけでなく、効率よく進めることも大事に、次からの内容を実践してみてください。それでは条件整理の方法です。最初の条件整理と情報収集の目的は見学に行く会社を決めることにあります。いい出会いの確率を高めるための作業だと思ってください。まずは思い浮かぶ限り箇条書きしていきましょう。なかなか出てこない場合は、今回なぜ注文住宅を建てたいと思ったのか、そこから考えてみてください。おそらく現在の暮らしか、もしくは未来の見通しで何かしらの不都合やきっかけがあったはずです。例えば子供が大きくなったら今の住まいでは手狭になりそう、今の間取りだと家事や子育てがしづらいから変えたいなどです。今の住まいで叶わないことは何でしょうか。そして条件整理は要望と理由に分けて整理し、優先順位をつけましょう。例えば広いリビングや南欧風の外観など、ただの要望で終わらせずに、なぜリビングを広くしたいのか、なぜ南欧風の外観がいいのか、それぞれ理由を明確にしましょう。この理由付けが優先順位を考える上で非常に大事になってきます。また中には理由が先に出ることもあるかもしれませんね。例えば掃除が楽な暮らしであったり、子供と一緒に勉強したいなどです。これらを満たしてくれるものは何かがすぐ分かればいいのですが、分からなかった時は情報収集です。情報収集について説明します。情報収集と一言で言っても、住宅展示場を訪問したり、雑誌や専門書を読んでみたり、インターネットや SNS で検索してみたり、中立的な相談窓口に行ってみたりなど、今の時代いろいろな手段がありますよね。しかしそれぞれの手段のデメリットを理解しないまま進めてしまうと、結果的に失敗に陥りがちです。そのためまずはそれぞれの手段のメリットとデメリットを整理しておきましょう。全体の流れの中でも見学とほぼイコールになりますが、情報収集を目的として住宅展示場に行くのも一つの手です。理想の住まいの要望が全然出てこないという人は、イメージを膨らませる意味では一つ有効な手段だと言えます。その他、高気密高断熱の家って実際どんなものなのか、リビングやキッチンやお風呂が広いと自分たちはどういう感情になるのかなど、体感することも大事だと思います。デメリットとしては、多くのモデルハウスはサイズが大きく、コストをかけて建てられているので豪華な仕様になっています。全く同じ家を建てようとすると億単位が必要というケースも少なくはないので、その点は注意しましょう。また常駐しているスタッフの手が空いていれば、基本的に声をかけられて、その人と一緒にじっくり回ることになります。説明を受けた方がよくわかるのでプラスも大きいのですが、その分時間はかかりますので、行くなら時間に余裕がある時が無難です。続いて雑誌や専門書に関しては、主にインターネットとの対比で使い分けたり併用したりすることをお勧めします。雑誌や専門書はその道のプロが監修に入っていることが多く、情報の正確性は高いと言えます。デメリットは紙媒体のため、インターネットと違って検索性には欠けるので、特定の情報だけを知りたい場合には遠回りな選択になることも。また情報の鮮度という点では、いくら新発売だったとしても執筆してから書店に発売されるまでにはそれなりの月日が経過しています。
住宅ローンの金利や建築資材の価格の動向など日々変わっていくものも書かれているため、最新の情報を手に入れたい場合はインターネットも活用しましょう。インターネットのメリットは最新の情報を何よりも手軽に取得できることです。あとは家族間で情報を共有しやすい点もメリットと言えます。特に画像ですね。外観画像や内観の画像はイメージの共有としてとても有効です。やっぱり南欧風がいいよね、そうだねと言ってもお互いの南欧風のイメージにズレがあったら後々困ってしまいます。イメージの共有は画像でやるようにしましょう。一方でデメリットは、ネットの書き込みや SNS での発信情報は個人の主観的なものが多く、また中には広告主から広告費を受け取って発信しているものもあるため、専門性や信頼性には欠けてきます。しかしだからといって一概に間違っている情報とも言い切れないため、情報の正確性を判断することが非常に難しくなってきていると言えるでしょう。情報収集の方法として最後に中立的な相談窓口も説明したいと思います。私が従事しているライフルホームズ住まいの窓口もその一つです。お客様の状況に合わせて必要な情報だけをピックアップして説明したり、条件整理を一緒にやってそれを叶えてくれる建築会社のご紹介もしたりしています。デメリットは、提携していない会社は紹介やご提案ができないという点です。相談はだいたい90分ほど要しますが、最短で見学する会社の選定までたどり着きたい人にはおすすめです。いろいろな情報収集の手段を使い分けながら条件を整理していきましょう。次のステップとしては、これらの希望条件を叶えてくれる、また得意としている建築会社はどこなのかということを情報収集していき、見学に踏み出してみてください。以上、失敗したくない家を建てる希望条件の整理方法でした。皆さんいかがだったでしょうか。この動画の中で説明しきれなかった内容は別途関連動画からご覧ください。またチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。